はい、どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございますの方もいらっしゃるでしょうか。私、日向小次郎です。嘘です、雪見オセラーです。本日もこの今もね、すごい土砂降りで雨が降ってまして、今はちょっと緩くなってますけど、明日も雨、明後日も雨みたいな、このもう梅雨まっしぐら、もうしんどいですね。寝る前にパクパク食べてたら、カールも朝起きたらふにゃふにゃなカールになってる。この湿気が多い梅雨時、早く終わってほしいですね。はい。そして本日はあれです。もうこのコーナーがメインになっていくんじゃないでしょうか。有機ミリオンセラーの、少しだけ気になっていること。ペペロンチーノ、ペペロンチーノ、おいしいペペロンチーノ、ペペロンチーノ食べたい。はい、そんな感じで有機ミリオンセラーの少しだけ、まあもうむちゃくちゃ気になってるわけではないけど、少しだけ気になっていること。本日はまあまあこれもあれですわ、CM、 テレビ CM の話なんですけど、ラジオ CM とかでもあるまあまあ最近はあんま見ないですけど、これ関西だけなのか、ビッグカメラは関西だけでしょうか。ビッグカメラ、あとカメラの何はヨドバシカメラ、この辺のこの CM ソングっていうのがなんか全部一緒に聞こえるんですけど、なんでこのまあなんとなくですか、ちゃんと覚えてないですけど、カメラの何話はカメラの何話、こんな感じじゃなかったですかね。でビッグカメラ、ビッグカメラ、ほら一緒じゃないですか。あとヨドバシカメラ、梅田のヨドバシカメラみたいな、こんなんちゃうかったかな。でも全部ほとんど一緒なんですよ。全く一緒かもわからない。あと A メロとかもなんか むちゃくちゃ一緒やったら気がするんですよ。ほとんどカメラの北村はまた全然違ったけど、でもこのカメラの何はビッグカメラ、もしかしたらこの2つはほぼ一緒じゃないですか。ヨドバシカメラもヨドバシカメラみたいな感じで、まあほぼ一緒なんですよ。なんかこのカメラ屋さんのこの CM っていうのはなんか統一しないといけないっていうなんかルールがあったりするんですかね。あんまりこれ、いや、もしかしてこれもうとっくにみんな気になってるんで、もしかしてもう答えは出てるんですかね。なんか不思議でしゃあないです。これが本日の有機ミリオンセラーの少しだけ気になっていることでした。そうまあ、なんかとっくに答えは出てるか分かりませんね。僕だけがこう悩んでいてね。そんな感じで今日はご視聴ありがとうございました。